はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。ヘゲモン様、やまびこマスター様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして誠にありがとうございます。ありがたく頂戴して政治活動資金と、コントの裁判費用に充てさせていただきたいと思います。毎年恒例8月15日終戦の日、メール党員様限定で、靖国神社正殿参拝、と懇親会、今年も行います。いずれかどちらか参加でも全然結構であります。ご都合によっては参拝だけとか懇親会だけも全然ありですんで、詳細はメールの方をご覧ください。トランプ狙撃事件続報、射殺された犯人は現地報道通り現地在住20歳男、トーマス・マシュー・クルックス、クルークスって読むのかなって思ったらクルックスでしたね。なんかあどけない顔して、介護施設で働いている、高校時代は理数系の成績優秀者として表彰される、一方ぼっちで服装をバカにされていた、からかわれそうな顔だな。そういえばな、17歳の時に民主党に15ドル寄付した記録がある、18歳の時に共和党に入党していた、前科はなかった。そうであります。世論です。またお前らか、インセルだろうな。インセルっていうのはモテなくて、女性を憎むような、そういうようなダメ人間山上と同類か、トランプを道連れに自殺しようとしたのかな、介護ストレスで狂ってしまったか、アメリカのお前らだったのか、山上の事件に影響された可能性ある。俺も地元に住んでいるのに同窓会に呼ばれない、気の毒だな。背後関係はない、単独犯であると発表されておりました。 FBI が発表してました。いわゆる無敵の人っぽいですね。どういう考えで犯行に至ったかはまだ不明なんですけれども、日本のテレビはですね、犯人かばって、犯人がこういう理由でやりましたみたいなことを詳細にやるんですけれども、それ犯人側の思考だからな。狙撃距離は 125m、 使用されたのはアメリカで最もありふれたセミオトライフル AR15 系、ゴルゴ13が持ってるやつですね。AR15 系は元はベトナム戦争から米軍に採用された M16 です。元がね、今は発表から50年以上経ってパテント切れて、各社がコピー品を生産販売しております。スミス&ウェッソンもルガーもヘッケラー&コッホもシグもコピー品生産してる。安いもんだと1000ドル以下、田舎の方だとホームセンターにも置いてある。223、ナトーダン、556とも言いますけど、オリジナルですけど、今は308ナトーダンバージョンもあります。つうか308弾の M10 の方が元なんだよね、M16 よりも。当たると評判の 6.5 クリードモアって弾が流行りとかなんとか、それのバージョンの光景ね。犯人が使った弾は不明なんですけども、当たると評判の 6.5 クリードモアバージョンだったらやばかったかもしれないですね。なんか一瞬クッてこう振り向いたんだってね。後ろに貼ってある統計の数字を見るためにトランプ、前大統領振り向いて助かったという話なんですけれども、巻き添えで亡くなった方の名前が遺族の了承で、発表されました。亡くなったのは元消防隊員コリー・コンペラトーレさん、50歳、コンペラトーレ、謹んで、お悔やみ申し上げます。当初ですね、女性が死亡ってあったが男性でした。重傷者は1名ではなくて2名おられるみたいであります。試験です。名前からしてスペイン系もしくはメキシコ系ですかね。謹んでお悔やみ申し上げます。試験ってほどでもないんですけれども、トランプ退場後の会場が騒然、民主党がトランプを撃った、ありそう。居合わせたマスゴミに向かって、これはお前たちのせいだ、お前たちが散々追ったせいだって激高する人々、暴力や流血などはなかった、模様であります。世論です。日本もひどいよね。見てるか日本のマスゴミども、日本も米国も
マスコミは本当にクズだらけ、全くもってその通り、どこの国もマスコミはクソと、マスゴミ総出の安倍側で山上が犯行を決意したのは明白ですよね。こんだけ憎まれてるんだったら殺してもいい人なんだろうって、軽く見た恐れもあるな。アメリカもメディア総出でトランプがやってるんでしょ。出なければお前らのせいだって叫ばれないもんね。アメリカはFOXニュースとかはトランプ寄りなんですけど、CNN とかその他はトランプがやってんだもんね。選挙最終日、安倍総理秋葉回線でなんでか知んないですけど、終了後にマスゴミに向かってカエルコールが流行しました。自然発生的に最初に言い出した人も知ってますけれども、ちょっと言いません。これやりに来たって楽しみにしてた顔見知りの方もいらしたんですけれども、私が言った秋葉回線最終日ではですね、一回やられて何度もやられて懲りたマスゴミがですね、演説終了前に撤収始めてですね、演説終わったさて、帰るっていうかって、後ろ振り返ると誰もいない状態で、逃亡に成功ってことがありました。どこの国でもマスゴミはクズなんだな。トランプ前大統領、昨日の今日でゴルフに出かけると、すげえ精神力ですね。世論です。タグだな。ボディーガードしんどいやろな。 SP の進路すごそうでかわいそう。ゴルフ終わったらバーベキューやりそう。体力も気力もバケモン。精神力がすげえなって思いますね。トランプでゴルフって言えば、安倍総理と回った時にですね、安倍総理がバンカーにコロコロコロって転げてった映像を思い出します。ゴルフ場って多分警備しやすいんでしょうね。見晴らし良くて隠れる場所も限られるしね。ドローン飛ばせば周辺1キロぐらいは確認できるしね。今は1キロぐらいだと、狙撃の心配、全くないってわけでもないんですけど、銃が良くなっちゃって、盗聴もされにくいんで、政治家がよく密談に使うって話もあります。盗み聞きされにくい、隠れる場所ないから。ゴルフ場もですね、予約あるけどまさか来ないよなって思ってたんでしょうね。来たわなんて。トランプ前大統領狙撃事件を受け、警察庁、警察庁、法務省警察庁かな、要人警護について会場周辺の警戒を強化するように全都道府県警へ指示。全都道府県警、これは警視庁も含まれます。警視庁というのは東京都警のことですから、要人の背後を守る壁など資材や機材の活用を徹底するように指示。今更かよと炎上しておりました。せっかく指示出してたのにね。世論です。今まで何してたんだ。岸田が襲われたのもう忘れた。漁港で襲われてましたよね、岸田総理。今まで指示してなかったのかよ。もうすでに2回やらかしてんの忘れた。安倍さんの後にこれ以上強化しようがないところまでやってなかったのが怖いわ。一発目撃たれるのは防げないとして、その後警備対象をほったらかしにするのは日本くらいやろな。そもそも背後がガラガラ、素人かよと思うレベル。トランプの SP はちゃんと仕事したよな。1秒ぐらいで飛び交わってましたもんね。トランプの SP はね、警察関係者、訓練は安倍などと叫んで発砲する想定が多い。いきなり銃で撃つのは今までにない。なんつってですね、安倍総理が襲われた後の訓練もですね、鈴木とかなんとか叫んでから刃物で襲うって設定で訓練してましたわ。そういう映像公開してましたわ。バカみたいだな、思いました。バカみたい。こう山上事件があったんだから、何にも言わないでそーっと近寄ってきて、何にも言わないでズドンって撃つの、想定した訓練やんなきゃダメじゃん。バカじゃないの、思った覚えがあります。安倍総理を襲った一発目は外れ、その後警備がトランプ SP のようにですね、安倍総理に飛びかかって、押し倒したら2発目当たらなかったかもしれないんだよな。当時の映像を見ると周囲の人らも棒立ちで自分らしゃがむこともせずにボーっとしてたもんね。レーガン大統領が至近距離から銃撃されたというの SP の動きも素早かった。素晴らしかった。警察庁はですね、安倍って叫んでから襲うって訓練しやすい、防ぎやすいっていう安易な設定もうやめた方がいいと
何にも言わないで、何にも言わないで撃つ、近寄ってきて何にも言わないで撃つっていうのを想定した訓練した方がいいですよ。もしくはあの会場に柵でも作って近づけないとかさ。岸田文雄は次回総裁選に出ない方がいい 57%、 同調査での内閣支持率は 20%、 世論です。意外と少ないな。 100% ぐらい言ってんのかと思う。よし、ならば増税だ。選択肢に出馬してボロ負けしてほしいや生き恥をさらしてほしいはないんでしょうか。こんなに増税の使命感に満ち溢れた男はいないぞ。むしろ続投して選挙で自民ボロ負けしろ。もうみんな岸田を大嫌いで草。朝日の調査で出馬した方がいい、しない方がいいっていう説問は今月から登場したそうであります。しない方が良い 57% だとね、出馬した方が良いプラスどちらでもない、わからない、どうでもいいが 43% っていうことになりますね。43% の大部分がですね、どちらでもない、わからない、どうでもいいじゃないんですかね。岸田総理で順調に自民党支持率右肩下がりなんで、パヨの中にはね、岸田総理、続投を望む声もありそうですね。小沢一郎82歳にですね、泉じゃダメだって言われた泉健太、政権交代の声は高まっている。どこでよ、内輪で揉めている場合ではない、って言ってしまいました。世論です。とうとう幻聴が聞こえるようになったのか。空耳やわ。それってあなたの幻聴ですよね。立憲は消えてなくなれって声はよく聞く。病的な激しい妄想、そんな声が高まってたら蓮舫が大惨敗するか。蓮舫大敗してんのに政権交代あるって思うの。むしろ野党から立憲、共産、社民、令和の特殊野党が消えてほしいんですけどね。政権交代を望む声は泉の周辺だけが言ってんですね、多分ね。自分の周囲の声だけが世界の全てって思わないことですよね。そんなことだから支持率右肩下がりで蓮舫も大負けしちゃうんですよね。今日の単身です。現在無職の蓮舫さん、朝5時から夜0時までツイッターやってて、もう寝なさいと心配する声多数。ツイッター廃人になっちゃったのかな。選挙大敗と、R シールで叩かれて、なんか一時期ね、おかしくなっちゃった松井和代さんって人いたじゃないですか。それにのゾーンに突入してしまったんでしょうか。心配です。蓮舫さんの同級生から情報ありまして、常々ね、私は絶対に日本人の上に立つって言ってたそうです。わがままで嫌われてたそうです。メンヘラになる素質は十分ありそうですね。なお共産党によればですね、蓮舫を批判することは女性差別に当たるんだって。小池百合子も一応女性なんですけど、それはいいのかなって話。円安と海外のインフラのせいで米国産輸入金牛肉価格高騰、食べ放題バイキング店を直撃。国産牛が復権していいんじゃないですか。英語とか言わないから、そんなに品質良くない、和牛ですか、国産牛、あとはホルスタイン乳牛の、肉とか復権してよろしいんじゃないんですか。もしくはね、食べ放題っていう業態やめるとかさ。各種国産が復活、国産大豆、国産半導体、国産小麦、が復活、国産牛肉も復活、工場も日本に戻ってくる円安をパヨは嫌がります。で、どういう理屈でか知んねえけど、悪い円安がとか言うんだよね。民主党政権が1ドル78円の円高にしてたことからも明白であります。円安は正義。民主党政権は日本の産業を潰すために、国産品を潰すために、ドル高じゃないや円高を放置、むしろ誘導しておりました。このことからも円安は正義は明白であります。円安でって言うやついたらバカじゃないのかと思ってそっとしてあげてください。それはねって教えてやる義理もねえし、時間の無駄ですからね。チャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。